犬よりも猫の方がじゃあ好きなんですか？そうです。あ、そうですか、はい、いやいや、でも抱いてる格好を見ると犬おとなしくちゃんと抱かれてますからね。いや、なんかもがいてますよ。そうね、ちょっともがき出したね抱き方がね、やっぱりあの犬は犬でね、はい、あの抱いてる人がね、犬が好きかどうかわかるんですって言うんだけど、その犬は女の子好きみたいね顔舐めに行くね。そうですね。抱いたまんま歌えます？はい、大丈夫です。嘘だ、嘘、はい、ワンワンって、あー、これダメだ。誰か持ってあげて、誰か持ってあげて。あ、それはそれはダメだ。あー、それはダメだすいませんね。ね、あの高子ちゃんはね、あの犬の声なんかはこう、なんていうか、何喋ってるか、ほら、あのアニメーション風にやるのは得意でしょ？あー、あのそういう動物の声はやったことないんですけど。アニメーションやってましたね。はい、クリーミーマミー、 ねやってましたね、はい、だからあの同じようにワンちゃんがこう喋ってる風にファーってやってもらおうかなと思ったけど、ワンちゃんの方がなんとなく舐めに行くからダメだそれじゃあ、あの、そのワンちゃんのところで歌の方よろしくお願いしますね。はい、では太田貴子さん歌っていただきます。曲は天使のミラクル、どうぞ。天使のミラクルでございましたが、高子ちゃん、もしもし、あ、聞こえました、はい、なんかあの曲の終わりのところに非常に印象的なところがありますね。そうですか。トントントンと何遍か終わるみたいな感じで、あ、あの念を押してもう終わるぞってちょっと押して、もう一遍また押すという感じで。そうです、はい、ね、あのあれですか、高子ちゃんの性格でございますか、念を押してました、もう一つ念を押してという、そういうわけでもないですか？そうでもないですね。今犬がなんかワンワン吠えてるんですよ。ああ、それで僕の声が聞こえにくいわけですか？そうです。ああ、そうですか、はい、ああ、犬が来た、犬が来たって、あの怖がらないでねいやいや、どうもありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。どうも、あの、あとワンちゃんと遊んでてください。はい、どうもありがとうございました、元気ね。18歳の女の子、太田貴子ちゃん、天使のミラクルでございました。さあ、続きましてお誕生日もあります、はい。